さあ続いてはいいね地元店のコーナーです。今回は泉区新橋町にありますバー&ファクトリーマイティをご紹介します。ご覧ください。今回ご紹介するのは相鉄泉野線弥生台駅から歩いておよそ10分バー&ファクトリーマイティです。お店の外観からすでにおしゃれスポットな予感がありますよね。アメリカンなテイストですよね。お大正解。中に入ってみますと、はいはい、まるで映画のワンシーンに出てきそうな落ち着いた雰囲気。あいいですね。そして、うん、カウンターの正面にはウイスキーを中心に50種類以上の世界各国の名酒が並んでいるんです、うん、お酒堪能できますね、うんうん、最高。アメリカのライフスタイルみたいのが好きなのでそういうオールドなアメリカンの空間でお酒が飲めるお店がやりたくてやってます。ウイスキーがやっぱり一番推してるお酒ではあるのでアメリカンバーボンがやっぱ多く扱ってますね。でもジンやテキーラもいろいろ種類がありますので、まあ、ノンアルコールカクテルだったりいろいろ飲みやすいのも用意してます。いいね。こだわりが感じられますよね。こちらのお店の内装なんと店主の小清水さんがお父さんと一緒に手掛けたんです。え、そうなんですか。こちらの入り口のドアもお手製一から作ったドアなんですって。すごい。扉とか椅子とか、まあ、一応全部作ってるものなので父親がこういうセルフビルドは大体全部作ってるんですけど僕も一緒に作ったりとかしてる部分もいろいろあったりはして、まあ、やっぱそこがこだわりですね。お店はバースペースの他にラウンジスペースも用意されていまして、うん、こちらゆったりとしたソファーでくつろげるようになっているんです。この屋根の湾曲もまた面白い。どこで写真撮っても映えそう。映えそう映えそう。でさらに音楽ライブ用のミニステージですとか DJ 用のターンテーブルも備えられていますのでお店でライブですとか音楽教室などを開催することもできるんですって。いろんな用途で使えるんですね。あさあ開放的じゃないですか。素敵。お店の外テラス席もあります。明るい時間もいいんですけれども、うんうん、夕日を感じながらゆったりとグラスを傾ければ、うん、きっとチルな気分に浸れるはずですよ。カップルさんも愛が深まるかもしれませんね。一人でも浸れそう、うん、いいね。さあこちらのマイキーなんとお昼も休まず営業しているんです。そうなの。お店入り口のすぐ下で、ええ、たい焼きやフランクフルトといった軽食を販売しています。美味しそう、ね、かわいいですよね。もちもちの生地にあんこがたっぷり詰まったたい焼き食べたい。袋もかわいい。そうそうそう。お土産にも喜ばれそうですよ。小倉カスタードハムチーズなどいろいろな種類があります。そして夜のお話に戻りますけれども、はい、フードも充実しています。腕を振るっているのは小清水さん本人。いろいろなメニューがありましてね、はい、パスタやピザなどを出してくれるということなんですよ。美味しそう。ナポリタンもう満たされるし心も満たされて。お酒飲んでると小腹が空いてきますからね、うん、ぜひパスタやピザなど食べて、うん、そしてお酒も十分楽しんでいただきたい。パーティーですとかママ友会の利用にもおすすめだということですよ。いいですね。盛り上がりそう、うん、といろいろなお酒を、まあ、置いてありますのでこういうアメリカンな空間で、まあ、お酒を楽しんでいただけたらなと思ってます。ぜひお待ちしています。素敵。もう外観もさることながら、うん、中に入るとこう本当に異国、うん、アメリカのね、うん、場に来たかのような、スティーブン・スピルバーグ監督の映画のワンシーンに自分が飛び込めたような気持ちに私はなるなとショットが飛んでくるみたいな、ね、そうそう思いました。うん、でインテリアの一つ一つにこだわりも感じられますし、すお父様の手作りのものもあるということでその一体どういうふうに手作りされたのかなどね、いろんな談義をぜひ小清水さんと楽しみながらお酒を楽しむのもいいかもしれませんよね。
ね、あの生まれも育ちも泉区という小清水さん、地元を盛り上げたいという気持ちがしっかりと伝わってきました。うん、私も一杯飲みに行きますね。一緒に行こう。はい、YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ここまでいいね地元店のコーナーでした。